長老長谷部誠さん、とんでもない特権を握っていた。フランクフルトでのプレーを続けているブンデス最年長39歳の長谷部誠、クラブのプレシェ役員は、彼は選手として笑いかまでの契約を今度もまた延長するかしないか、そしてそのタイミングを自身で決めるフリーパスを持つと、レジェンドに特権を与えていることを明かした。長谷部このまま行ったら欧州で監督なれるやろ。現在のブンデス最年長選手なんだ。すご、ブンデスでってのがすごすぎる。このままドイツ代表監督に、我らの長谷部まさしくレジェンドだ。カイザーだからな。この人は本当に衰えを知らないな。 W 正直もう次の夏には指導者に専念してほしい。引退自分で決められる。チーム参入とかも含めてフリーパス持ってる人なんて聞いたことないんですが、 W 今シーズンは今ところほとんど出場してないけど、ヘーフマン垂れる人ではないから、そのあたりもフランクフルトの幹部は見てるんだろうな。おじいちゃんすげー。